どうも、ドズルです。今日は東京ゲームショー,、えー、東京クラッシュ2015の1日目が終了いたしました。今日のメインステージ、皆さんご覧いただけたでしょうか非常に盛り上がりましたね。もう本当にすごい人が来てくれて、本当にね、会場が一丸となって、えー リプレイっていうかねあのリアルタイムで攻めているのを固唾を飲んで見守ったという感じですかね本当に私自身も興奮してしまってすごかったですよねちょっと今まだ見ていない人もいると思うんで内容のネタバレはしませんコメントでもしないでくださいねということで今日もし見逃したっていう人はですね一応私公式さんの方にお願いしておいたのでもしかすると動画を上げてくれるかも 知れませんということでえ、今日本当にね、一日がもうむちゃくちゃ楽しかったんですけれども、まあ、また明日2日目、明日もね、非常に面白いイベントが盛りだくさんでございます。今日もしね、来れなかったという人も、明日はぜひ会場に足を運んでみてください。もう明日もね、本当に盛り上がると思います。明日のメインステージは、えー、マックス村井 VSMSSP さんとの、えーまあ、バトル。 ということなんですけれども、こちらのメインステージ、1時半からですね、えー、クラクラブースの方で行われます。で、こちらのメインステージね、私、ドズルが実況解説させていただくことになりましたので、ぜひとも、えー、聞いていただければなと思います。いや、もう今日、そう、すごく緊張してし、もう今もう緊張、ってか今はもう興奮しすぎてカミカミなんですけれども、もう,もう本当に緊張しましたね。 いやでも楽しかった。本当にもう心から楽しかったですね。はい。ということで、えー、明日もねぜひ見に来てください。明日一発目、10時から、群馬帝国遠征軍 vs コバチューブさんとの、コバチューブさんのクランのクラン対戦があります。こちらもね、結構私的には、 えー、ちょっと注目しているんですけれども、まあ明日ね、ぜひ時間ある方は10時からライブ、もしくは実際足を運んでね、まぁ、あ、代わりメッセまで来てください。えー、URL に関しては、明日もし来れないっていう人は、生配信の URL に関しては説明欄に貼っておくので、ぜひ、えー、見てください。ということで、えー、今日はこの辺でまた次の動画で会いましょう。バイバイ。